サンバホイッスルはサンバの演奏に使われたのが起源の小さな十字型の笛である。なおサンバの発祥地ブラジルではブラジルポルトガル語でこのような笛全般をアピートと呼んでいる。十字の上の部分を加えて息を吹き込み音を出す。十字は縦横に中空の管となっており、横の管の先には小さな穴が開いている。ここを指で開閉して、 音の変化を得る。内部にはストローが入っており、これが通常の呼ぶブ,ブエでいうコルクの役目をする。このため、水に濡れるとコルクが回転しなくなり、音が小さくなったり、不安定になるという欠点がある。大変小さな楽器だが、その特徴のある音色は演奏か、聴衆の気分を一体化させ、高揚させる。なお現在サンバでは、このようなタイプを使うことは少なくなっている。 楽器学上は、フルートなどと同様記名楽器であり、感楽器に分類されるが、音律を持たないため旋律を奏でることはできず、主に打楽器奏者によって演奏されることが多いため、打楽器に分類される。サンバホイッスルの使い手で知られるのは、矢上純子で、彼女が自作曲、水色の雨やポーラースターなどで使用したことにより、サンバホイッスルの一般的な知名度を高めたと言われる。 ありがとうございます。